イクラ道、イクラの滝絹係の滝駐車場に生態展示されている D51 から838イクラ橋は岡山県新見市清掃にある高橋川の流域のカルスト台地であるあてつ台を中心とするエリアに滝、小乳道などが点在する風光明媚な継承地域。岡山県高橋川、上流県立自然公園特別地域。 高さ240メートルの石灰岩の壁面に入り口がある全長1200メートル、高低差90メートルの小乳洞。1958年に初めて発見され、翌1959年には新見市によって観光地として開発が進められた。内部には地下河川が流れ、また高さ50メートルの地軸の滝もある。それ以外にも珍しい。 様々な昇入石が存在する。岡山県指定天然記念物。いくら道のすぐ横の断崖を落ちる高さがおよそ70メートルの滝。いくら道内の地下水をホラ街へ排水するために作られた人工滝である。国道1 8十号沿いにある高さがおよそ60メートルの3段の滝。一般に絹がかりの滝と呼ばれているのは最下段の高さおよそ50メートルの部分である。 岩壁に白く絹を垂らしたような、優雅な滝に見えることから絹がかりの滝と呼ばれている。紅葉の季節には特に絶景である。滝の裏側にある、奥の院からは滝越しの景色を眺めることができ、不動明王が安置されているので、別名、不動の滝とも呼ばれる。新見市指定名称。ありがとうございます。